マーク・ポランスキーは、ニュージャージー州パターソン出身の航空エンジニア、リサーチパイロット、アメリカ航空宇宙局の元宇宙飛行士である。映画監督のロマン・ポランスキーと同じせいであるため、ロマンのニックネームを持つ。STS-98、STS-116、STS-127 ST の3度、スペースシャトルのミッションに参加した。父のアービングは、ユダヤ人で、 母のエディスは韓国系でハワイ出身である。ユダヤ教徒として育てられ、STS-116 登場の際には、アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館のテディベアを持ち込み、父を称えた。娘が一人と息子が一人いる。ポランスキーは、1974年にニューメキシコ州のジョン・ P ・スティーブンス高校を卒業し、1978年に、 パーデュー大学で航空宇宙工学の学士号と宇宙航空学の修士号を同時に取得した。ポランスキーはパーデュー大学を1978年に卒業するとアメリカ空軍に入隊し、1980年1月にオクラホマ州のバンス空軍基地で W ・アビエーターバッジを得た。1980年から1983年まではバージニア州。 ラングレー空軍基地に配属され F-15 に乗った。1983年には F-5E に乗り換え攻撃パイロットとして戦術訓練を受けた。彼はこの後フィリピン共和国のクラーク空軍基地、ネバダ州のネディス空軍基地への配属を経て、1986年にエドワーズ空軍基地でのテストパイロット学校の候補となった。卒業後、 フロリダ州のエグリン空軍基地に配属され、そこで F-15、F-15E、e、A-10 等の航空機の兵器やシステムの試験を行った。NASA で働くために1992年に退役した。30以上の異なる航空機で5000時間以上の飛行経験を持つ。メリトリアスサービスメダルとエアホースコメンデーションメダルを受賞している。 ポランスキーは1992年8月に航空宇宙工学者及びリサーチパイロットとして NASA に加わった。ジョンソン宇宙センターの宇宙船運用部門に配属され、シャトルトレーニングやクラフトや T-38 で宇宙飛行士に操縦の指導を行った。また T-38 の改良機の飛行試験も行った。1996年4月に NASA により宇宙飛行士に選ばれ、1996年8月から、ジョンソン宇宙センターで訓練を受けたと言われている。2年間の訓練と評価を終え、ケネディ宇宙センターの宇宙飛行士支援チームに配属されて、スペースシャトルの打ち上げや着陸の支援を行った。2001年の STS-98 では、操縦士を務め、宇宙で309時間以上を過ごした。その後、 カプコンに指名され、2002年4月から2002年12月まではカプコンブランチのチーフを務めた。2003年4月から2004年1月には指導宇宙飛行士のチーフを務めた。最後の宇宙飛行は STS-127 で国際宇宙ステーション組み立てミッションの船長を務めた。ポランスキーは2012年6月30日に宇宙飛行士を引退した。 宇宙飛行士室室長のペギー・ウィットソンは、マークは顕著な才能があった。彼の飛行士としての能力と工学者としての専門性が合わさって、我々のチームに有益な貢献をしてくれた。将来の挑戦も成功することを願っている。と語った。STS-98 では、アメリカ合衆国のデスティニーモジュールを運び、ISS の建設と拡張が継続された。 デスティニーが結合され、3回の宇宙遊泳で、組み立てが完成するまでの間、スペースシャトルは7日間、ISS に係留された。またドッキングポートを移動し、補給品や装置を第一次長期滞在の乗組員に届けた。ミッションは12日間と21時間20分続いた。7人の乗組員の12日間のミッションで、ISS の組み立てが継続された。 最初の宇宙遊泳で P5 トラスを取り付け、次の二度の宇宙遊泳で将来の欧州や日本の科学モジュールのために ISS の電力システムを結び直した。最後の四度目の宇宙遊泳は硬いソーラーパネルをアコーディオン状に畳んで箱に収めるために追加された。また、この飛行で新しい乗組員と2トン以上の補給品や装置を運んだ。帰りは、 ISS 上の約2トンの廃棄物を詰めて地球に帰還した。ミッションは12日間と20時間45分続いた。STS-127 ではポランスキーが船長を務めた。2009年7月15日に打ち上げられた16日間のミッションで7人の乗組員が ISS に日本の曝露施設を取り付け5度の宇宙遊泳を行った。 2009年7月31日に地球に帰還した。マイケル・マシミーノに続いて、ポランスキーは、STS-127 に向けた、訓練中の2009年5月7日からツイッターへの投稿や返信をはじめ、ミッションの間中も続けた。ヒューストンクロニクル、デディー・ベア・カムズ・ホーム・アフター・ジャーニー・イントゥ・スペース。ヒューストンクロニクル、2009年6月16日、閲覧。 ポリアンスキーマークアストロ127ツイッター2009年5月28日閲覧ありがとうございます。